面倒だな。あ、もしかしてあんたら岡倉の大人？ああ、ちょうど最近幻の砂漠でサンド、本来なら俺が行って退治する代わりにサンドウォームよろしく頼む。どうして私の邪魔するの、あのミラージュ。あら、あんたたちにた、そいつらはね、私が各地から私の邪魔をする今、もちろんさっ、ミッドガルはすっかり眠りについたようだな。ミッドガル？ああ、このフィガロ城の地下、君たちが入った場所のことさ。え、あの地下刑務所の名前なのか。まあ実際刑務所としては使っていないがね。ん？あ？何それ。こんな小さな国にあんな大きな刑務所はいらないよ。地下であった人間は城の兵士たちの変装だ。マジで？通りで安く物を売ってくれたりしたわけね。このフィガロの城は代々王位と共に受け継がれてきたものなんだが、浮き沈みできる謎に興味を持ち、10年前にあの地下を見つけたのが私だ。そして神羅に協力を仰ぎ調査を始め、魔鋼というエネルギーを使って動くミッドガルという名前の施設だと分かった。しかし地下には多くのミラージュが住んでいて、さらにある日調査のために持ち込んでいた神羅の機械が意志を持ったように人を襲い出した。そんな危険な場所の上、この城を動かす動力源がある場所だからな。遠方はもちろん他の誰も入れない場所とする理由が欲しかったわけさ。この城を動か、こんにちは。第16幕、ビッグブリッジの死闘。ビッグブリッジは西の方って言ってたね。超巨大大橋ってどんくらいでっかいんだろうな。楽しみなのです。旅の準備。向こうに見えてるのがあれか？すごい橋なのです。まさにビッグブリッジって感じね。上まで行くのは大変そうなのです。でもこんなすごい橋、一体どんな人が作ったんだろう。作ったんじゃなくて、大昔の大人が呼び出したの。私はエイコ、この橋の管理をしてるのよ。橋を渡りに来たのよね。ええ、ねえ、さっきこの橋は作られたんじゃなくて呼び出したって言ってたけど、それって
この橋の本当の名前はアレキサンダーっていうの。え？大ミラージュビッグブリッジアレキサンダー。そう言われれば橋そのものからミラージュの気配がするのです。マジで生きてるのこれ。でっかー。だから召喚士のエイコが管理してるのよ。召喚士ってすごいんだね。エイコが呼んだわけじゃないけどね。ねえ、一つ聞いていい？ん？あなたたち噂の丘からの大人？あうや。ええ、多分だけど。噂は本当だったんだ。お？ちょっと待って、予言が本当なら。ちょっと、まさかあなたたち破滅を導くわけじゃないわよね。え？みんな赤の予言ばっか読んでるから知らないかもだけど、青の予言じゃ丘からの大人はクゼか破滅の分岐ってちゃんと書いてあるのよ。そういえばセーラ姫もそんなことを言ってたかも。マジで？覚えてなかったのです？こんな人たちにこの橋使わせていいのかしら。いやいや、きっとそのクゼの方に分岐するんじゃねえかな。クゼね。まあどうせエコがどうしようと予言が変わるわけないのよね。いいわ、行きなさい。でも破滅は導かないでよね。努力します。このアレキサンダーさんはどうやって上に送ってくれるのです？そこに乗ってアレキサンダーを起こすわ。起こす？普段はぐっすり寝てるのよ。だからエイコがちょっとだけ起こしてあげるの。さあ乗って乗った。いつでもいいぜ。ワクワクなのです。よろしくね。なんかちょっと嫌い。ここにいるあなたも橋を渡りたい口かしら？いや、私が用があるのは貴様自身だ。やはり幻獣か。私を見てもなお戦うか。フェンリル、あなたはエイコと一緒だよ。まあいい、せめてあの娘のミストドラゴンよりは楽しませるんだな。それってリディアのこと？あなたリディアをどうしたの？貴様が知る必要はない。だけじゃなくてこんな仕打ちもあるなんて。終点。
キサンダーさん、もしかしてもう寝ちゃったのです？おいおい、まさかこっからは徒歩しかないみたいだね。マジで？ですらないんですけど。参ったな。どうやったら進めるんだ？どうするのさ。真似してみろよ。教えてくれてありがとね。助かったよ。気にすんな。俺はバッツで、こいつは相棒のボコ。こえところで、ここらで俺の名前をつぶやきながら人を襲ってるってやつがいるらしいんだけど、まさかあんたたちが。え？いえ、バッツさんの名前今初めて聞きましたし。そっか。いや、そんな奴がいるらしくてさ、噂を聞いてここまで来たんだよ。自分の名前をつぶやきながら人を襲っている人がいたら気持ち悪いのです。だよな。ま、タマの場合はたまたまつぶやかれてる場合が。0点！そんなシャレは0点なのです。むしろマイナスって感じ。嘘、またマイナス？上に行くのか？はい、そうです。じゃあ俺もそっちに行くかな。旅は道連れってね。俺が？まさか。ボコとはただの親友だよ。ミラージュの中でもチョコボとモーグリは人と一緒に暮らせるようなやつ結構いるんだぜ。そう言われればモーグリやチョコボは街中でもたまに見かけるな。アリスさんもモーグリと暮らしてるのです。なあ、あの人は水流のシルドラもいるし、ほとんど召喚士かミラージュ使いかって感じだよね。
面白いやつと知り合いなんだな。姉ちゃん、あのさ、橋がなければ渡られぬって言葉があってね、目的には手段。橋がなかったら渡れないって普通すぎて逆に変な言葉だと思うのよ。だからさ、ですよね、ですよね、話しかけてごめんなさい。言ってた。確かに名前を呼んでるのです。誰だ、どこにいる。バッツ、待たせたな。誰だ。え、知らない人なんですか。ここでやったが、何年目は。俺は、なんでお前を探してたんだ。いや、俺に聞くなよ。ならお前は知ってるか。え？って俺が知るか。ラーンにツッコミをさせるなんてできるやつなのです。なんだか忘れちまったが、ここで会ったな。100年目。あ、とりあえず100年にした。ほんと、とりあえずって感じ。適当なのです。そうだな。うっさいうっさいうっさい。お前らにこのギルガネッシュ様が許せるかね。しかし本当に100年目だったら100歳超えてるってことか。
100って基本的にすごく多いってだけの意味よ。ここで会ったが100年目ってのは千載一遇、一生に一度くらいとかそういう意味だからね。おー、マジか。千載一個とか食えなくね？そっちなのです。しかもなんか食べることになってるし、ボケのドライブがすごいわね。私を呼んだか。俺を呼んだな。あとは任せろ。実力通り。
みんなで殴るなんて卑怯だ、卑怯。罰なんだよ。次は一人で戦おう。いや、遠慮する、お断り。今日はここまでにしてやろう。オーバーよ。あ、落ちた。結局あいつ何だったんだ。さあ、ごめん。まあとりあえず一件落着にしてほしいな。